皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画はテレビについて、先日動画でご紹介しましたパナソニックの2022年モデル、液晶テレビの新製品をご紹介したんですが、今回は有機EL テレビの2022年モデルが発表されましたので、そちらをまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前に、こちらの注意事項をご確認ください。今回の情報はパナソニックからの公式の発表です。ご覧のようにプレスリリースが掲載されています。それではまず製品ラインナップを昨年のモデルと比較してみたいと思います。こちらが昨年のモデル。青が HDMI 2.1、緑が 2.0 です。そして前回紹介したのがこの2つの製品。液晶のハイエンド品2製品でした。そして今回発表されたのがこちら。有機EL の製品。それからエントリーモデルの液晶の製品です。若干数字が異なっていますが、その辺を機能比較していきたいと思います。続いて、インチ展開の昨年との比較です。こちらが昨年モデル。そしてこちらが前回ご紹介した液晶の今年のモデルです。そしてこれが今回発表された製品。有機EL については LZ2000 に77インチが追加されています。そして液晶についてはエントリーモデルに75インチの製品が追加されています。この辺が昨年モデルとの違いとなっています。続いて、機能の比較です。こちらはパナソニックの商品ページに記載されています機能一覧みたいなところのキーワードを抜き出したものです。左側は昨年の有機EL、JZ1000、JZ2000 です。そして今年どこが変わったのか、LZ1800 と LZ2000、こんな感じに変わっています。ピンクのところがスペックが上がったり、機能が増えた部分です。今回2000番台でパネルが若干変わっているというところと、それからブライトブースターというのはおそらく LG も同じような名前で機能を謳っているので、それと同じものではないのかなと思います。あと変わったところとしては、JZ1000 と LZ1800 を比較した際に、パネルチューニング。これは出荷する各製品のパネルを1台ずつ調整している、まあ、機能というか仕様なんですけれども、今年の LZ1800 はそれが記載されていませんでしたので、そういう個体別の微調整は行われていない可能性が高いのではないのかなと思います。続きの機能ですが、これは前回の液晶製品も同じ仕様になってますが、今年のモデルからゲームコントロールボードという機能が追加されています。これは有機EL テレビも同じようです。続いてサウンド周り。JZ1000 と2000、このサウンドの機能が大きな違いがありました。今年のモデルはご覧のように同じ傾向があります。で、この部分で大きな違いとしては、2000シリーズラインアレイスピーカーというものが今年の LZ2000 には追加されています。これは何かというと、小さいスピーカーをたくさん並べるスピーカーアレイというものがあるんですが、それがテレビの下の部分に内蔵されています。まあ、いわゆるサウンドバーみたいなものが内蔵されていると思えばいいと思います。そこが一番大きな違いだと思います。あとは LZ1800 首振り機能が省略されています。この辺の機能は昨年モデルと差がありません。こちらも同様。で、これ、録画のところですが、液晶テレビも同じですね。オートチャプターの機能が今年のモデルから追加されています。で、次に、液晶のエントリーモデルの製品なんですが、LX800 ですね。そこを JX750 と比較するんですが、こちらほとんど差がありませんので、サクッと説明して終わりたいと思います。ご覧いただくとわかりますように、LX800 は昨年の JX750 の後継モデルとなっています。ほとんど機能が一緒で、先ほどのゲームコントロールボードの機能が追加されています。この部分も変更がありませんが、今年のエントリーモデル、ドルビーアトモスに対応したことが一つまあ目玉というか特徴になっています。ただ、スピーカーシステムが非常にシンプルなものですので、あんまり効果はないかもしれません。この辺も変更がありませんので。で、先ほどのオートチャプターですね。これも LX800 にも搭載されています。続いて定量的なスペックの差があるのかないのか、それも確認してみたいと思います。まず有機EL製品。ご覧のように、スピーカーシステム大幅に強化されています。JZ1000 と LZ1800、大きな違いは、イネーブルドスピーカー、天井向きのスピーカーが追加されました。それによって、昨年は2つだったスピーカーが4つに増えています。JZ2000 と LZ2000 ですが、こちらスピーカーの数減ってるように見えますが、先ほどご紹介したラインアレイスピーカーを1個と数えています。実際には小さいスピーカーがたくさん並んでいるので、非常に数は多くなるんです。
が、総出力では増えていますので、スピーカーシステム全体としては強化されていると考えられます。それ以外のスペックはあまり変更がありません。消費電力は順調に下がっています。続いて液晶エントリーモデル、ほとんど差がありません。インチサイズが若干大きくなってしまいましたので、重さと消費電力は増えてしまっています。ちなみにこれは各製品の一番小さなインチサイズで比較しています。先ほどの UKL も同様です。続いてゲーム関連の機能です。まず UKL、 大きな違いはありませんが、先ほどご紹介したゲームコントロールボードが追加されています。あとこの等速駆動モードという機能ですが、これは UKL のパネルに搭載されている機能で、 120Hz のパネルを 60Hz で駆動することで遅延を短くする、そういうゲーム向けの機能となっています。液晶も同様に先ほどご紹介した通り、ゲームコントロールボードが新規に追加されています。続いてハイダイナミックレンジの比較、 UKL 製品変更がありません。液晶も同様です。そして価格です。ここがちょっと問題があります。まずいつもの表ですね。で、これが昨年の UKL 製品 JZ2000 の、まあ、初値というか想定価格ですね。で、現在の価格どのぐらい値下がりしているのか、それがこちらです。かなり値下がりしています。で、ここに LZ2000 プロットするとこうなります。ご覧のように昨年の JZ2000 と比較すると大幅な値上がりとなります。結構強気な値付けだと思います。続いて JZ1000、 こちらも最初の想定価格、そして現在の価格です。こちらも非常に値下がりしています。で、ここに LZ1800 プロットするとこうなります。65インチはあまり価格差ありませんが、55インチと48インチは結構値上がりしています。続いて液晶エントリーモデル、昨年の JX750、 現在の価格はこういう風に下がっています。まあ元々が価格が安い製品ですので、それほど値崩れは起こしていません。で、今年の LX800、 ご覧のように先ほどの UKL と比較すると幅は狭く見えますが、元々の価格から見れば大幅な値上がりになっています。続いて発売日、まず UKL 製品、1800は6月、2000は7月から8月です。もう夏頃になってしまっています。液晶エントリーモデルはご覧のように7月、全体的に今年の製品は昨年よりも遅めになっています。そして前回もご紹介した生産台数の比較です。液晶のハイエンド品は半分ぐらいに生産台数減ってしまっていましたが、今回液晶のエントリーモデルから UKL までほぼ出揃った状態ですので、これで比較するとこんな感じで、昨年が15万6千台月産ですね。今年は13万1千台。前回の動画ほどではありませんが、若干減っているぐらいな感じになってます。で、下がってるように見えるんですが、実は UKL だけを比較するとご覧のように、昨年が5万5千、今年が6万1千ということで1割以上増えています。前回の動画の液晶ハイエンドモデルが半減近かったということは、つまり液晶のハイエンド品から UKL に移行が進んでいる、そういうことではないのかなと思います。最後にまとめとコメントです。まず UKL の製品、前回ご紹介したハイエンド液晶と同様に、昨年モデルと比較してあまり大きな変更点はありません。2000でパネルがちょっと変わってることと、ブライトブースター、それからラインアレイスピーカー、その辺が一番大きな違いとなってます。というわけで、今ご紹介したラインアレイスピーカーもそうですが、今回のモデル、スピーカーシステムの改善、そこに力を入れているように見えます。で、生産台数、 UKL については月産の生産台数昨年よりも増えています。一方、液晶は大幅に減っています。つまり液晶テレビから UKL テレビへの生産の移行、販売の移行が進んでいると考えることができます。そして価格については、昨年モデルと比較すると大幅に上がっているものが多くなっています。まあ、これは原材料価格の高騰、それから円安の進行、その辺が影響している可能性もあるのではないでしょうか。あと販売開始の時期が昨年モデルと比較すると全体的に後ろにずれています。だいたい2ヶ月ぐらい遅くなっていると思いますので、まあ季節としてはもう夏ですので、夏のボーナス狙いに変わってしまっているのではないのかなと思います。そしてこちら、前回の動画でも触れましたが、ソニーとレグザミニ LED の話題が出ていますけれども、パナソニックは残念ながら今回の発表でもありませんでした。というわけで、今回のパナソニックの2022年モデル、現時点では若干他のメーカーと比較すると地味な感じがあります。この後まだモデルが発表されるのかどうなのかはわかりませんが、少し寂しい感じがします。というわけで、今回は
パナソニックから2022年モデルの有機 EL テレビ、それからエントリーモデルの液晶テレビが発表されましたので、簡単にまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。